プロ野球のオールスターゲーム、力と力の真剣勝負みたいなものは苦手です。んのぼです。えー、現在11月12日日曜日でございます。 えー、プロ野球がですね、まあ、先週ぐらいですか、うん、阪神タイガースの日本一で、えーまあね、今シーズンの幕を閉じましたと。 いう感じになってますけれどもオールスターゲームっていうのはですね、うんと、まあ大体夏頃ですかね、7月下旬とかに確か行われるのかな、8月上旬だっけかなうん、で、なんかそこでなんかシーズン的にも前半戦一区切りみたいな、はい、で、オールスター以降は後半戦と言われるようなですね、まあ毎年そんな感じでプロ野球推移しているわけなんですけれども、そのね、オールスターゲーム、まあ、 いわゆるお祭りなんですよねまあ別に公式戦公式記録ではないし、うん、まあその場のねそこでこう寄せ集め言っちゃえば寄せ集めの、えー、選手で寄せ集めのチームで、えー、まあ戦うセ・リーグパ・リーグが対戦するみたいな感じですけれどもそこでですねなんかねよくあるのがあのー、ピッチャーがねあのー、変化球を投げずに目いっぱい ストレートを投げますと、うん。で、バッターもなんかホームラン狙いでフルスイングしますみたいな。うん、まあ別に、ね、誰もね、こう、目いっぱい投げます、フルスイングしますって別に口では言ってないですけど。うん、でもなんかそのストレート対フルスイングみたいな。なんかそういうですね。 構図がよく見られんなぁと思って、毎年絶対いるんですよ。変化球投げませんみたいなピッチャー。うんで、で、それでなんか放送してる、うん、メディア的にも、なんか実況解説のね、なんかそのテレビ局の人とか元プロの人とかが、えなんか、うわ、力と力のぶつかり合いですね、みたいな、あなんか言うんですけど、いや、めちゃくちゃ僕苦手で、 毎年苦手なんですけど。あのね、あの、変化球投げる方が、ね、だから変化球がだから邪道なのかっていう話ですよ。そのね、ストレート。ストレートだけで抑えるのが正義なのかっていう話であって、わかそこに憧れがね、そもそもあるのかも、しれないですけど、誰もがね、大谷翔平みたく160キロをバンバン投げられるわけじゃないですから、 うーんまあそこへのあの憧れみたいなものはまあ僕は正直わかんないんですけどじゃあその変化球ってうん例えば極端な話卑怯なのっていうことを僕は問いたくて、うん、だからなんかなすげえ苦手なんかだから僕は要するにストレートだけの方がなんだろうふざけてねっていうかいやわかんそのね オールスターゲームお祭りだし別にいいかもしれない。ふざけ、おふざけ、お遊びでいいかもしれないですけど、まあ極端な話ね。まあただその変化球がある方が言っちゃえば力じゃないのっていう話。うん、だからね、なんかよくわかんねえなって、その本当に力って本当にパワーだけのこと言ってんのっていう、その、何その誰もが筋肉もりもりのさ、なんかパワー溢れる感じが、 なんかいいのみたいな。<laughs> <それ笑>あ、それ、それが男なのみたいな。なんかすげえバカみたいだなと、なんかね、僕も極端な表現してますけど、<laughs> 思っていて、うん。だから、つまり、変化球あってのストレートだし、ストレートあっての変化球じゃんっていうことですよね。いや、めっちゃ苦手なんだよな、ほんと。で、なんでそれちょっとさ、返し立てるっていうかさ、ちょっと盛り上がっちゃってんのなんかテレビ局もさ、おみたいな。 これは力と力の、みたいな。よくわかんねえな、みたいな。っていうのがですね。ありますよね。<laughs> お帰りのぼでございます。とういうのも、そうさっきも言ったように、11月今12日、日曜日でございまして、このお帰りのぼもね、何週間ぶりに、に3週間ぶりになってんのかなというところなんですけど、いや、久々に何もない、えー、週末、何もない1日か。何もない1日を。 過ごしておりまして、えー、まあ、久々っつっても2週間ぶり、3週間ぶり、1、2、3週間ぶりかぐらいなんですけど、まあまあまあ、でもね、結構、あの、ゆったりとした、えー、日を過ごしておりまして、なんかね、すごく、あの、緩やかな、非常に穏やかな一日を過ごしておりまして、で、ね、昨日までのお仕事っての、ちょっとね、協力隊としての活動とか、 ねあの振り返りながらですねまあ、明日からも頑張ろうみたいな感じにはなっておって、うんそのうん、だから緩急というかですね <laughs> そうオフがあるからオンだしみたいな、うん、別にそんな苦じゃないんですけどオンもねまあ、ただここに3週間ずーっとですねあの動いていたんでまあ、たまにはねちょっとこう何もしない日があってもいいよねって。 っていうですねそんなことを思ったら、えー、プロ野球のですねオールスターゲームが <laughs> 思い浮かんできたっていうですねそんなオープニングでございますけれどもさあ、えー、久しぶりとなってしまっておりますけどね、えー、今回もいろいろ喋っていきたいと思いますよろしくお願いしますではスタートです どうも改めまして、ノボでございます、えー。僕は昨年の4月から宮城県美里町という地元で地域おこし協力隊を務めておりまして、ね、それまでは東京で暮らしておりました。えー、5年ぶり違うな。7年ぶり、8年ぶりの U ターン。<laughs> 8年ぶりに U ターンしてまいりましてですね、この番組ではそんな地域おこし協力隊のこととか、地域のこと、U ターンのこと、えー、移住のこと、個人的なことなどなどをですね、ヘラヘラペラペラ,ラとシェアして、 おります。ということでね、今ちょっと調べてみたら、10月23日以来のお帰りのことになってしまっております。いやー、結構飽きましたね。はい。なので、まあ、1、2、3週間ぶり、約ですね、3週間ぶりの、えー、ラジオとなっておりますけれども、最近はね、すごくあの、充実しておりますね。うん、あの、毎日楽しく、 過ごしておりますけれども、ただね、その2、3週間、うん、この2、3週間ですね、寝ても寝ても眠いというですね、うん、そんな事態に陥っておりますね。はい。うん、で、あのね、あの身近な人とかに言うとですね、え、疲れてんじゃねみたいな、普通にそれ疲れてるよって言われてて、<laughs> あ、そうなんですかみたいな、うん、感じですね。そう、心はね、全然楽しいんですけど、 あの、体がね、やっぱ体は正直なのかな、というところですね。で、今日は、えーっと、結構マジで、結構マジで本当に久々に何もない一日。何もないっ,って言っまあ夜からね、ちょっと働くんですけど、副業でね。まあただ協力隊としては本当に久々に何もない一日でして、うん、昨日もね、あのー、目覚まし時計をセットせずに、 あのがっつりカーテンも閉めてですねあの眠りにつきましたねあちなみに僕は平日はね日々カーテン開けたまま寝ることにしてるんです、うん、寝坊が怖いからね、うん、朝の訪れをちょっとねこう光でも感じようということでえー、っとまあそんな感じなんですけど <laughs> えーっと昨夜はねそうカーテンがっつり閉めて寝たんですけどねまあただ今日はね7時にもう目が覚めて自然と <laughs> 怖と思いましたね、あれみたいな、いつも通り起きてんじゃんみたいな、うん、いつも通り目覚めんだみたいなね、感じにはなったんですけど、まあ、そこはね、がっつりこう、二度寝して、10時半ぐらいにゆっくりですね、ベッドから出たという感じになってますけどね。 で、ここ最近はね、もうずっと土日でイベントであったりですね、まあ自分の活動であったりですね、うん、様々な、えー、ことにですね、挑戦、挑戦というか活動をね、しているんですけれども、まあね、一個大きいのが、えー、まあファシリテーション、ファシリテーターをですね、まあ前回のね、ラジオとかでも喋っているように、 ファシリテーターよくね、やってます。最近始めましたということで、街づくりワークショップをですね、えー、まあ、昨日もまさにありましたね。うん、それをね、街のこう場づくりみたいなものに最近取り組んでて、いや、めっちゃ面白いなと思いますね。うん、あの、ワークショップ自体もですね、あの、初めてですし、三里、まあ、ね、ちょこちょこあったようなんですけど、まあ、僕がね、見ている限りでは初めてと。 いうことで <laughs> まああと僕がですね主にこう知り合ってきた方々に声をかけてあのいろんな人に集まってもらっている感じなんですけどね、うん、で人集めるのってやっぱ大事だなとすごく思っていて、うん、でワークショップに限らずですね焚き火とかもあのちょこちょこ、えー、街でやっておってですねその火の火周りに人が集まって で、ちょっとコミュニケーションが生まれたりですね。で、その場にいた、こう、人は、私、最近こういうことしたいんですよね、みたいな感じで、こう、ぽろっとね、まあ、悩みというか、課題というか、希望というかですね、そういうのを、こう、ぽろって、こう、喋ったりすると、あれそれ、あそこでできるよ、とか。 で、今度、あの人に頼んでみよっか、とかですね。なんかそういう、こう、アイディアが広がったりして、どんどん、こう、実現に近づいていくっていうですね。そういうのがですね、あの、まさに自分の目の前で最近起こるようになってきていて。で、何より僕自身もですね、あの、何々にしたいんですよねって言われたら、あれあの人に <laughs>、ね、頼ったらいけんじゃねとかって。 あの人なら乗ってくれるんじゃねみたいな感じで僕自身にそういうアイデアはですねメ生えるようになってきていてなんかねそういうふうにこうやっぱ人が集まるところをそうまずね人が集まってでこう自分の思いをこう表現というかですねポロっとこう出せる場所っていうのをですねうん、なんかそっから始まることってあるんだなーっていうのをですねすごく。 感じてますねすごいコミュニティだから面白いなと思います。場作りをねあの今後もあのやっていけたらなぁと思ってますけどね。はい、でねそういう,こう人のつながりで言うとですねあのまあ着任当初から協力隊になった頃からですね、まあ、学生をはじめとする若者とのですね関わりをあの大事にしたいなぁと思って おりました、うん、あの地域でねこう若者同士でつながるような、うん、なんかそういう,こうきっかけとかですねまああとはこう協力隊っていう生き方があるんだよとかいろんな大人がいるんだよみたいなところをあの若い、ね、10代の子たちにこう示せたらなあというのはずっと思って。 いて、で、現在ですね、実際に、あの、一緒に活動を共にしてくれるような、えー、仲間もですね、増えてきてます。うん、その学校でね、授業でこう、出会ったりだとか、まあ、あとは、なんだろうな、居酒屋でバイトしてる男の子にちょっとこう、声かけてみたりとか、<laughs> したらめちゃくちゃこう、中学、小学校、中学校、高校も同じだったみたいな、自分とね、僕と同じだったみたいな、なんかそういうですね、ストーリーもあったりして、 なんかねどんどんこう縁が広がっていてすごくいいなとなんかねコミュニティがね広がってきていて面白くなってきてんなという反面ですねうんーと何かねこっちは楽しいんだけどさなんかいろんな活動手伝ってもらったり手伝ってもらったりねあとは自分たちの活動に来てもらったりね、うん、すごくそれは嬉しいんだけど 何か返せてんのかなっていうですね。うん、つまりこう、協力隊、僕とあの関わってメリットあんのかなみたいなですね。そんな風な、まあ、次の悩みというかですね、うん。次の段階のちょっとこう、問題、課題をですね、感じていますね、最近は、うん。なんか大丈夫かっていう、そのね、貴重な、本当にだから若者の貴重な時間を <laughs> <laughs> あんなにでも絡みたいって思っていたんですけどねただその貴重な時間いやいいのかいただいてみたいな大丈夫ここに費やしてっていうですねなんかそういう問いがあったりしますよねうん,なんかなだから難しいというかその辺のバランスみたいなものはですねうん大事にしていかないとなと思いますねあとはやっぱ 絡まなくてもいいというか、そう無理にあの来なくていいよっていうですね。そういうのも大事にしていきたいですよね。うん、学生にとって本当に大事なら来てほしいし、うん、本当にあの大事じゃないなら全然来なくていいよっていうですね。<laughs> そういうスタンス、そういういいところのバランスをですね、取っていかなきゃなとというふうに思ってます。 で、そうだな。ここに3週間のですね、あの予定をね、ざっとこう、カレンダーで見返しているんですけれども、うーんと、イベントの準備とか、ね、そういう場作り、ワークショップの準備とかですね、本当にずーっと動いちゃうな <laughs> あー。なんかね、 すすごくくでも楽しくやってますかね、うん、先週のラジオとか先週っていうか前回のラジオかなあの東松島のね隣の町の知り合いに、えー、自分のね今の活動を喋ってみたらめっちゃ絶賛されたっていうですね思っている以上にあの <laughs> 絶賛されたという何な,ならうちの町の人より、ね、うちの職員よりも いいよこれみたいな、すげえ言ってくれたっていうのがですね、まああったんですけど、先週、つい先日かいつだえー、9日かなうん。いや、8日か。8日ですね。8日にもですね、あのー、そういうこう、他の町で協力隊やっていた方、もうその方はね、卒業したんですけど、その方に会いに行ってですね、まあこういうのやってます、みたいな、うん、ワークショップの動画とかですね、見せてみたら、 いや、すごいっすね、みたいな。やっぱ。別にこれ自分がすげえって言いたいわけじゃなくて、なんか、僕の街の外の人うん。街の外の人の方が、なんか感動してくれるっていうですね。なんかそんな不思議な <laughs> 体験があったり。 ししましたねうんすごい嬉しいですしねあ1年半でここまでできるのはいいっすねみたいなあとはなこうこうこうしてこういうふうに形にしてったらめっちゃいい感じですねみたいな感じで、まあ、最後ね協力隊卒業とか、まあ、今年度の活動締めくくりとかですね、まあ、それに向けてのこう形の成し方みたいな,なんかそういうこともですね、まあ、アドバイスいただきめちゃくちゃありがてえなと思いましたねはい。 まあなので、ね、別にあの、いいんですけど、あの、ね、評価が、評価欲しがってるっていうわけじゃないですし、僕ね、別に何言われようがやりたいことやるんですけど、結局 <laughs>。あの <laughs>、ただまあ、なんか、ね、こう比較したときに、街の中と外、 ではですね、まあ、そのことね、個人的な知識の差とかですね、まあ、感覚の違いも,もちろんあると思うんですけど、うん、ただ、ちょっと違いがあるなっていうですね、不思議だねっていうですね、そういう話でございます。はい。まあね、自分がやりたいことやっていけたらなと、まあ、相変わらずね、相変わらずのペースでやっていけたらなと思ってますけどね、はい。 で来週ですね、うん、もう来週の話し,しちゃうんですけど、来週はですね、東京に行ってまいります。宮城移住交流フェアというですね、宮城県主催の、えー、移住イベントが東京の有楽町で行われるということで、ねあの町の担当者としてですね、職員さんの2人と、まあ、合計3人で東京行ってくるという話に。 なってますね、はい、でそのねまあ準備に今週はおれんのかな次の週ね来週に向けて来週に向けて明日からか明日からの週はそのね週末のイベントに向けた、えー、準備になるんだろうなと思ってますねブース設営とかですね、うん、頑張って作んないとなぁと思いますねはい。 まあこれもでも望んでいたことなんでね、協力隊になる前からそういうね、町、まあの担当者として、えー、発信したいな、活動したいなというのはですね、あったことなので、すごくありがたいなと、ね、幸せなことだなぁと思いながら、頑張って活動していけたらなと思っております。よし、ということで、えー、今回はね、こんなところでございます。3週間ぶりのね、おかえりの棒 えー、最後までお聞きいただきどうもありがとうございます。また次回ね、また来週更新できるように頑張っていけたらなと思うので、その時はどうぞよろしくお願いいたします。それでは、えー、また次回のラジオでお会いしましょう。さよなら